エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は10月14日から10月20日までの1週間のオラクルカードリーディングをお届けします。はい、皆さんこんにちは。大畑晴美です。いかがお過ごしでしょうか。早いもんですね。もう10月も半分過ぎてしまいました。来週はですね、今週ですよね、20日がいよいよ私の第4回のウェブナーですけれども、天秤座の新月になります。ですからもう今週は要するにラストクォータームーンといってですね、で最後のこう4分の1のムーンなんですよね。だからやっぱりいろんなその9月の20日頃の乙女座の新月で種をまいたものがクロージングしてくるタイミングになります。そして、今週ですよね、今週からですけど、先週といったらいいかな、まだ今日は、10月の13日なので、つい2日、3日前にですね、いよいよ木星がさそり座に入ってきました。で、本当にそのエネルギーがパッとシフトしているのを私もすごく感じます。今日も瞑想していて、本当にエネルギーが変わってきているのを感じているんですけれども、皆さんいかがでしょうか。木星のね、このイングレスというのはとても大きなタイミングです。木星というのは、基本的に一つの星座に1年今日いるんですね。13ヶ月弱なんですけど、で、12年ぐらいかけて、12サインを回りますから、非常にこうタイミングを見ていくのいいんですよね。で、やっぱりこの木星がイングレスといって星座を変わる時というのはやっぱり大きなタイミングになってきます。特に第3回のウェブナーで、2020年までの大きなシフトするタイミングのお話を皆さんにしていますけれども、今回の第4回目のウェブナーは、これにこの木星と土星という社会性を表す サイン、ところにですね、星がですね、木星がもうすでに10月に入って、12月に土星が入ってきますので、やぎ座の方に移ってきますから、この流れをコンシャスネスアストロジーの視点で、どういうふうに捉えていくか、エネルギーをしっかり見ていくということを皆さんにお伝えしていこうと思ってます。土星のイングレスに関しては、今回はあまり集中的にはお伝えできないんですけれども、本当にね、アーキタイプをしっかり学んで、そのエネルギーの流れ、シフトをしっかりと理解していくことが、本当に自分のこれからの、いつも向かっていく、なんていうかな、人生をナビゲートしていくときに、自分のエネルギーと今ここに宇宙から降り注がれているエネルギーをしっかりと、シンセサイズさせてね、ナビゲートしていくということがどれほどパワフルなことかということを皆さんに本当に分かっていただけたらと思っています。まだ、早割価格は終わってしまいましたけれども、受け付けてますので、第4回のウェブナー、これ本当に大事です。で、個人鑑定受けられた方も、それからこれまだ受けられない方もですね、少しですね、ご自分のこれからのことをしっかり見ていくためには、とても役に立つと思いますので、ぜひぜひ、ご参加ください。さあ 今日はですね、葵さんがテリーをお散歩に連れて行ったんですけれども、11時10分、午前中のですね、その直後にですね、カラスが上の方ですごい何十匹もですね、100羽ぐらいこう旋回をしていて、その後蜂に刺されたんですね、頭のてっぺんを。で、あ、はるみさん、蜂に刺されましたと言って帰ってらっしゃいましたけど、その後蜂の針を取ったりとか いろいろして、あとは何て言うんですか、エッセンシャルオイルで、フラワーオイルでなんとか、そんなに大事には至らなかったんですけれども、これどういうことだろうねという形で、いろんなお話をしてました。彼女のホロスコープを見ていると、今とってもすごいタイミングなんですよね。もともと彼女は、火星と天王星が全く180度ぴったり重なっていて、今その、火星が牡羊座の25度にあるんですけど、そこにトランジットの天王星固まってますから。これは何か宇宙から目覚めなさいというメッセージだねっていう話をしてたんですけど、皆さん何かあるでしょうか。8ハウスなのでね、やっぱりこれさそり座のメッセージですよね。本当にこの木星さそり座というのはとてもパワフルなエネルギーなので、
第4回のウェブナーで皆さんにそのことを詳しくですね、メッセージしてお伝えできたらいいなと思ってます。で、今回もそれにぴったりのメッセージが降りてきてます。今週もですね、ずっと、引き続きこちらのスプリットウィールメディテーションデックから、シンクロニックスプレッドで読んでます。そして最後にクリスタルマンダラオラクルカードでいつものように3枚引きをしますので、最後までお聞きください。 最初の、スピリチュアルレベルは3枚出てます。他は割とすっきり今回出てるんですけど、スピリチュアルレベル最初に出てきたカードが、まあ、逆位置なんですけれども、20番のカードでフログリタームーンのカードが出てきています。これですね、3週間ぐらい前に出てきてるんですけれども、確かこれはいつ頃だったかな、ちょうど4月の終わりから5月の、20日ぐらいまでの牡牛座にの、季節に合致する、当てはまるムーンなんですよね。で、ここに書いてありますけど、20番ですから、まず2と0ということで、まあ、これ、受け取ること、そしてペアですね。で、ここに書いてありますよね。Building Dreams, Determination, Cooperation って書いてあります。コーポレーションというのはですよね、協力することですよね。で、2というのはやっぱりパートナーシップみたいなことを表します。こちらにもパートナーいますけどね。で、まあ、これ逆位置ですから、ちょっと皆さん、よく注意していただきたいんですけど、このね、牡牛座というのはさそり座の反対側のサインなんですよね。牡牛座は、まあ、2ハウスをもともと象徴してますけど、さそり座は8ハウスです。で、まあ、2ハウス8ハウスというのは、まあ、リソースだとかいろんな意味があるんですけど、ここですごく大事なことはね、まずね、2ハウスの方はまず自分で自分の資質とか、価値とかを認めて、自分でしっかり自立を学ぶところなんですよね。それに対してその反対側のさすり座というのは、自分一人でやるのではなくて、協力して、それもお互い、なんていうか、ただ仲良しの協力ではなくて、深いところまで入って一緒になって、もっと生まれ変わって良くなっていこうというような、そういうリソースを表すところがさそり座です。ですから、まあ、これがね、出てきたのは私面白いなと思うんですけど、やっぱり今週はすごく、そのやっぱり一人ではなくて、一人だけで何か頑張るんじゃなくて、本当に信頼できる仲間とかパートナーと一緒に何か覚悟を決めて、大きな夢を持ってですね、何か大きな種をまいていくようなことをするために、いらないものをどんどんリリースするような、そんなタイミングじゃないかなっていう気がします。そして、20日の日の、まあ、ウェブナーの日ですけれども、ここはですね、天秤座の新月なんですね。牡羊座の満月でも皆さんにお伝えしたかもしれませんけれども、8月の、獅子座で2回新月があった時に、新月満月のタイミングがずれてきたんですね。で、獅子座の最初の時の新月、頭の新月は獅子座新月があって、その後に獅子座の反対側の水瓶座の満月になったんですね。それまではですから、新月の方がその時空ですね、ポラリティの最初の方に来てたんですけども、獅子座でもう一回新月が終わりの方でありました。ですから、それからはですね、次に先に満月が来るんですね。で、今回もですね、天秤座と牡羊座という軸の中で、アセックスの中で、先に牡羊座の満月がこの間ありました。10月の5日6日でしたかな。ね、ですから、やっぱり牡羊座というのは一人でまずパイオニアとして前に進むと、あんまりパートナーのことを気にしてですね、相手がこう見えるんじゃないかなってことをあんまり気にしないエネルギーですね、牡羊座というのは。むしろ自分をしっかり主張していくということが大切です、サバイバルでね。だけれども、そこでが満月だったということは、そこである程度こう成就したものを感謝してリリースする中で、今度、もう成就してしまったものをどん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 リリースして、なんていうんですか、この満月からの後というのはですね、いろんな意味でディトックスをしたりとかですね、リリースをすることが大事な時ですよね。で、今今週もそれが続いています。ですから、やっぱり今週ね、自分で頑張ってきた人、一人でこうやろうと思ってやってきた人、その中でできたことはしっかり受け取って、そして何か頑張っても先に進まないような時にね、一人で全部やるんじゃなくて、
もっと協力者がいて一緒にできたらできるんじゃないかっていうような発想も考えてみることがとても大事な1週間のような気がします。そこで天秤座の新月になって、新たにもう一度そこをですね、アファメーションして、すぐ数日経ってからですね、太陽もさそり座に入ってきます。ということで、すごく象徴的なエネルギーだなと私はこれ思ったんですけれども、次のカードはですね、クレンジングのカードが出てるんですよ。今申し上げたように、今回はですね、もう最後のフルムーンから最後のラストクォータームーンになるので、新月までの間に本当にもういらなくなったものをしっかりクレンジングすること、すごく大事です。で、スピリットパスオブザノースですからね、北というのはやはりある意味一つの、ステージが終わる感じですよね。で、冬ですよね、北はね。ですからやっぱり種をまいて収穫をするのが秋で、それがウエストですね。それから今度は冬が来て、新しく春になる前の間にですね、引きこもってリトリートしながら、いろんなものを蓄えて、エネルギーを蓄えて、腰がよく、なんていうか、消化をして、そしてもう必要なくなったものはしっかりとリリース、クレンジングしていくという期間ですよね。で、ここでですね、やっぱりリリーシングバーデンズって書いてあります。重荷を取っていくこと。デトックスフィケーションね、解毒ですね。そしてデトックスですね、エネルギーフローなので、やっぱりここでもですね、なんか何でもかんでもやらなきゃやらなきゃと自分で背中に重荷を背負うんではなくて、それをリリースするっていうことは、もう自分は責任ないんだ、もうできないって言ってポーンと放り投げることではなくて、必要以上に抱え込んでしまったものは、ちょっと荷を一回下ろしてですね、そして、そこから何か誰かにやってもらえるものがあったら、ちょっと協力をお願いしますという形で、この20番ともすごくリンクするんですけど、コーポレーションですよね。一緒にちょっと協力しましょう。これ、天秤座、さそり座の、世界です、ここは。ちょうど、ホロスコープで言うと、1ハウスから6ハウスまでがですね、個人がですね、ある意味個性化をして、インディビジュエーションをしていって、自我がですね、エゴが最高のレベルまで自分を鍛え上げるところが乙女座までです。そこから今度は自分に持ってないものを持ってる他人とですね、一緒になって協力をし合っていくというところで、7ハウスからパートナーシップが始まってくるでしょ。で、本当にそういう今、なんていうのかな、季節になってきてますね。獅子座というのはちょうど7月の、終わりから8月ですよね。太陽が一番輝く夏の盛りです。獅子座は囲碁が、自我が一番、俺はジャイアントって輝く時ですね。で、輝かした後で、自分はこうと思ったけれども、もうちょっと自分を社会のために良くなっていくためには、もっと自分を機能的に、実用的に役立てていくにはどうしたらいいんだろうということを考えるところが、乙女座なんですね。ですから、そこを通して今この、この今太陽が天秤座に入っているこの時にですね、こういったカードが出てくるのは、とても宇宙の今の星の配置から見ても納得のいくエネルギーです。特にこれスピリチュアルレベルなので、で、あと何て言うんですかね、さそり座に木星が入ったということもすごく大きなインパクトがあるなと思います。さそり座というのは、水のサインです。今度のね、ウェブナーでしっかりお伝えしますけれども、2017年は前半特に、その獅子座の、新月2回と、めちゃくちゃパワフルだったこの、皆既日食ですよね。で、5月に能動軸も獅子座と水瓶座で、火と風のサインですから、これ男性性のエネルギーなんですね。プラスマイナスでいくと陽のエネルギーです。で、天王星もまだ、牡羊座にあって、で、木星も天秤座にいましたから、とにかく全部火と風でですね、非常に男性性の外側に出していくエネルギーがすごい強かったんですね。で、ここに来て木星がパッとですね、特にこの木星、土星、天王星、海王星、冥王星という動きの遅い天体というのは、社会の動きに大きくリンクしてきますから、今ビットコインとかもバーッとね、木星が天さそり座に入って、わーって今上がってますけど、それまたきっと
繰り返しが来ると思います。で、特にやっぱり獅子座の満月、あ、ごめんなさい、新月が2回あってということで、ちょっとね、行き過ぎてますよね。だから日経平均がすごくこう、あるとか、株価も今上がってますけれども、このぶり返しが必ず来ます。これから木星が今さそり座に入っていって、それから土星がですね、今まだ射手座にいますけれども、それが、12月に、やぎ座に入っていくことで、でも地のサインになってきますから、かなり内側に向かうイントロバートで、もうちょっとリスクを取るんではなくて、やっぱり具体的に実用的にきちっと保証されるものを見ていこうというふうに安定志向になってきますから、多分金融システムなんかも随分変わってくると思いますよ。そして来年の5月に天王星が牡牛座に入った時に、本当にエネルギー変わってきますから、そういったことをちょっと今からね、きちんと頭に入れてですね、いろんなことをですね、なんていうのかな、そういうフローが来るということをまずしっかり見ていくことが大事だと思います。要するにもうちょっとですね、今までのようにおせおせガンガンリスクを取ってというよりは、地に足をつけてですね、確実に前に進んでいけるような、具現化してくるエネルギーが強くなってくると思います。はい、ということで、このクレンジング29なんで、2たす9で11ですね。だからこれもゲートウェイだし、やっぱり11というのはこの20と一緒で2になりますから、やっぱりこう仲間、ペア、パートナー、協力、そういったことがとても大事なエネルギーなんですよね。で、最後1枚だけ、何ですか、なんだっけ、正位置で出てきましたけども、あ、ごめんなさい、こっちですね。久しぶりに出てきました。これウェストなんですよ。東です。で、これで、リクペレーションです。ごめんなさい。リクペレーション、クリエイティビティ、ドリームスって12番のカードが出てきますけども、リクペレートというのはですね、ちょっと保養するっていうんですかね。ちょっと休む。で、ウエストのカードというのは、やっぱり東が太陽が昇るところですよね。で、西に沈んでいきます。で、そのウエストのところはホロスコープで言うとディセンダントっていうんですけども、ウエストから7ハウスに入ってくると、これはやっぱりパートナーシップの天秤座のハウスになってきます。で、これ全部ですね、だからなんかそのやっぱりパートナー、ここにも2匹いますけどね、1人だけでなんかやるのではなくて、パートナーと一緒になって、1人で全部やったら休めないんですよね。でもパートナーと一緒に協力するときは、お互いこう協力し合う分、少し余裕ができてリキュプレートもできるし、ね、そして何ですか、クリエイティビティ、そこで少し余裕ができることで、想像力も創造性もこう発揮できるし、で夢も一緒に見れるということで、12番とのやっぱり1で2で3になりますから、これはとてもパワフルな、何て言うんですか、創造のクリエーションのエネルギーですよね。ということで、まあ、これめあのスピリチュアルレベルなんですけど、すごく象徴的ですよね。今週はやっぱり一人で今までやってきたこと、そしてそれにこだわりすぎて何か前に進めない時にちょっと立ち止まってですね、自分一人で全部やらなくてもいい、何かもうちょっと他の人たちとか協力を得て、助け合っていくような生き方がしてもいいんじゃないかなと。そして何を今収穫できたんだろう、秋ですからね。で、その中で、しっかりとシェアできるものを、自分がきちっと自分の中に統合していくもの、そしてもうありがとうと感謝していただいてリリースするようなもの、そういったものをですね、よーく見返ってみるのが今週はとても大事な1週間のような気がします。はい、フィジカルレベル、具体的な具現化するレベルでは、1枚だけポンとですね、ビッグウィンズムーンが出てきました。で、これはリーダーシップ、セルフディシプリン、サイキックアビリティで18のカードです。で、このムーンはですね、確か魚座の3月、2月の23日頃から3月20日ぐらいまでのムーンですよね。だから一つのサイクルは終わるムーンなんですけれども、18というのは1で、私はこのように生きてきますというふうに自分から前に出ていった時に、それをしっかり具現化できるエネルギーが8です。そして1と8を足すとですね、9になっちゃうんですね。あ、もう終わりになってしまうんですね。だから本当にパワフルな、マニフェステーションというか、コンプリーションというか、なんかやっぱり今週は
天秤座の新月に向けて最後のなんか本当によしこうやろうって決めたところで、具体的なことをすることでですね、パッと一つの段階が終わるような、そんなイメージがここから私は感じられます。魚座だしね、魚座、海王星が今魚座にいるし、カイロンもいるんで癒しも起こると思います。そして魚座というのはある意味ね、宇宙の真実をこう語っているので、真理なので、私たちが、全てが所有できない、全て分かるわけではない、あるところは任せていく、サレンダーしていくことでですね、導かれていくようなエネルギーですよね。だからやっぱり本当に今週ね、とっても何回もずっと考えてて思うんですけど、そうやって任せていった時に見えてくる自分なりのリーダーシップの取り方があるんですよ。で、そこでセルフディシプリンがあります。魚座のエネルギーというのは、まあ、ここもですね、コンシャスネス、アストロロジー、入門コースで、アーキタイプのエネルギーをですね、詳しく皆さんに伝授しますけれども、魚座というのは非常に複雑な、アーキタイプです。で、魚座の、強い方はね、やっぱりすごくこうサイキックなアビリティもあるんですよ。本当に境界線を全部溶かすところですから、宇宙とパッとつながりやすいんですけれども、ともするとグラウンディングをなくしやすいですね。そうするとですね、やっぱりね、セルフディスプリンがなくなっちゃうんです。セルフディスプリンっていうのは自分で自己鍛錬するというか、だからやっぱり、全部宇宙に任せてもう全部やってもらえばいいから、自分でなんかせくせく努力しなくても大丈夫だよっていうのではないんですね。それだけだと進化できないんですよ。かといって自分の我だけで、プッシュして頑張ってってやるのでもないんですね。やっぱりずっと私がお伝えしてきてるメッセージというのは、今を生きるというメッセージなんですけど、今をどうやってな自分の目標がはっきり決まっていなくても、必ず自分には何かそういう天命というかね、自分なりに果たすべきミッションがあるんだと、それを持って自分は生まれてきてるんだと信じてですね、で今自分のハートがこれをしようと思っていることをしっかり取り組む、そこがリーダーシップを取ることだと思うんです。そして今目の前で与えられているいろんなことをしっかりとセルフディスプリンを持って喜びでやる。何か誰かのためにやるとか言われたからやるじゃなくて、喜びで自分でそれをこうやっていこうと言ってやる。でもそこを何て言うんですかね、なんかこれだけやってもなんとかこれを成功させるんだと思ってやるんではないんですよね。はっきりどこへ行こうというのがあるわけではないので、できることをやってみる。そうする中で 宇宙の海王星の魚座の波が寄せられて導かれていくっていう生き方が、私は今とても大事な生き方だなってすごい思うんですよね。この2020年まで自分がそのように生き始めて本当に思うんですけど、その波を感じられるのがこのサイキックアビリティなんですよね。だから今週やっぱり本当に木星もさすり座に入ってきたし、ビッグウィンズムーンですから、その今をしっかり生きるということをですね、ちょっと、やって、もう一回ですね、それがどういうことなのかということを考えてみられるといいんじゃないかなと思いました。さて、感情レベルも2枚出てきてるんですけど、なんとですね、イントロスペクションのカードですね、39番。これなんとですね、連続5週出てるんですよ。さっき調べたんですけど。最近は全部何が出てきたかをですね、記録を取って全部印刷して見ているので、やっぱりデータがちゃんとあると面白いですね。で、これもですね、スピリットパスオブザウエストですから、これも東のカード、なんか収穫をして、やっぱりずっと取り組んできた2017年を取り組んできたものをですね、よーくもう一回周囲する、イントロスペクションですから内省することが大事です。で、そうやってよーくもう一度ですね、ちょっと高い位置からですね、自分が今までやってきたことを見てきたもの、結果をですね、見てみることで、ニューパースペクティブですよね、新しい視座が見えてくる。やっぱり本当に怒涛のごとくのエネルギー来てましたから、もう皆さん大変だったと思うんですよね。今でもまだカリフォルニアは本当大火事で今大変なんですよね。
今日さっきのニュースで、ついこの間まで3500世帯、まあ、コマーシャル、商業施設も含めて3500も焼けてしまって、28人ぐらい亡くなってたのが、今30何人になって、5700世帯が焼失してるんですよね。で、まだ火事が終わりませんので、本当にやっぱり砂漠地帯に住んでると、今年は割と春に雨が珍しく降ってくれたので良かったんですけど、もう本当に雨季が終わると全く一滴も雨が降りませんので、本当にカラッカラに乾いてるんですね。だから本当に葵ちゃんと今日も言ってたんですけど、本当に火の元は注意しないといけないねと、言ってましたけど、まあちょっと話が飛んじゃいましたけど、でもそんな感じですよね。いろんなことが今起こってますから、そこでやっぱり自分の足元をもう一回見てみることで、何かそのいろんなことが起こってた時はそこに対応するだけで精一杯だったことが、今ちょっと冷静になって考えてみると、あれはこういう意味だったのかな、なんていうことをですね、しっかりとこう自分の中で意味を見つけられるようなことがあると思います。ですからもうここ4週間ずっとこのイントロスペクションのカードが出てるっていうことは、やっぱりね、特に感情レベルなんで、もうリトリートしてですね、自分一人の時間を5分でも10分でも作ってですね、そしてやっぱり瞑想するとかヨガをするとか、そうしてちょっと自分の内側と向き合うという作業がすごく大事な時だと思います。特に木星がさそり座に入ってきたということで、さそり座というのはやっぱり内側をよく見ていく星座なんですね、サインなんですね。さそり座は今まで見たくないと言って見てこなかったものもですね、全部ほくろ奥のまで入って、人は普通は真実時には直面するの嫌なようなものは人はどちらかというと見ないふりしてしまいますけど、さそり座はどんなに辛いことがあったとしても、それが真実が辛い、自分にとって辛いものであったとしても、私は真実を知りたいと言って、奥の奥まで入っていって、シャドーワークができるエネルギーがさそり座です。そして石があれば石を一枚一枚ですね、裏返して、その牛の裏に隠れているものまで全部確認するのがさそり座です。でもそうすることでですね、私たちが見逃していた心の奥深いところにある大きな宝物を見つけられるチャンスがあるのも、このさそり座のエネルギーなんです。だからものすごく象徴的だと思いました、これ。ね、でそのニューパースペクティブでリトリートをして、ユニティってあるでしょ。そうすることでいろんなことが統合できるんです。特にさそり座は水の不動宮ですから、フィックスサインですから、本当に深いところまで行って、感情を、今まで押し殺してきた感情をしっかり味わって受け取って、そしていらないものはちゃんとリリースするという統合をするサインです。だから、決して楽ではありません。時には、もう直面したくなくて、例えばね、天秤座であれば仲良しでいようということで、そういうもの見たくないもの見ないでもいい、過ごしてしまうのがある意味天秤座のエネルギーでもあるんですけど、さそり座はそれを許さないんですね。で、そこをすることでよりもっと本当に大切なものが見えてくる。そして2人で一緒に協力していけるということ、ユニティですよね。そんなエネルギーがあるんですよ。で、今皆さんにお伝えしたようなこういうアーキタイプのエネルギーのことをですね、詳しく皆さんにお伝えしていきます。何度も言いますけど、マオリー先生の、なんていうのかな、洞察力っていうんですかね、エネルギーの、どんなことに対しても深いんですね。本当に先生から学んだものは私の宝物です。この宝物を一軸皆さんに全てをね、お届けしたいと思ってますので、伝授しますので、ぜひぜひコンシャスネスアストロジーの入門コース、アストロロジアにならなくても、そしてアストロジーのことを全く知らない方でも、アストロジーのことをかなり知ってらっしゃる方でも、どんな方でもですね、この入門コースで12サインのアーキタイプのエネルギーということをですね、しっかり、学ばれるとですね、いろんな意味で自分のこともわかるし、いろんなことが起こってくる時の新しい視座のイントロスペクション、内省をする時にも大きなヒントが得られると思います。まあ、また宣伝してしまいましたけどね。でも本当にね、このカードが5週出てきたというのはやっぱちょっとびっくりしましたね。ずっと出てるなと思ったんですけど、こんな5週とは思いませんでしたね。4週間続けて出て、今回5回目です。そして、もう一つ出てきたのがイルミネーションです。これ先週も出てましたね。
で、これが今度イーストなんですよね。やっぱりね、このウエストでしっかりと自分と向き合うことで、新しい、パースペクティブを持って、そして、いろんなものを統合することで自分本来の輝きができてきて、また東からですね、太陽が昇ってくるようにですね、自分の輝きが増すんですね。一人で何とか頑張ってやろうやろうとした時では得られない輝きが増すんだと思うんですね。で、これがですね、ディヴァインコミュニケーションですよ。聖なるものとのコミュニケーション。そしてスピリチュアルノーイング、インナーライトで34のカードが来ています。先週もお話ししたと思うんですけど、この、さっきこっちはですね、39なので、やっぱり3エクスプレッションですよね。それに9で、あっという間に、こうコンプリートして、3と9を足すと12になりますから、これもすごくパワフルなクリエーションのエネルギーですけども、こちらはやっぱりそのエクスプレッションクリエーションの3に、4はしっかり仕組みを作ることです。安定させることです。それでしっかりとディヴァインコミュニケーションを取って、やっぱりスピリチュアルないろんな気づきがある中で、やっぱり内側からですね、皆さんのオーラが輝いてくる。特にこれ感情レベルですから、7というのは何度も言いますけど、アルケミーなんですよね。本当錬金術のように、何か人間がこう普通のロジックだけで考えたらできないようなことがですね、さっと叶ってしまうようなエネルギーがアルケミーのエネルギーです。で、これは本当にね、宇宙で守護天使が皆さんにたくさんのメッセージをくれていますから、ですからやっぱり無条件の愛のエネルギーからね、何て言うんですか、与えられてくるメッセージですから、その非常にピースフルなメッセージの感覚の中に浸っていくことで、ね、やっぱり自分の光がしっかりと輝いてくるよというメッセージですよね。本当にそんなことが起こってくるような1週間じゃないかなと思います。さあ、最後に、メンタルレベルなんですけれども、ロングスノースムーンが出てきました。これ確か先々週出てきたんじゃないかな。コンテンプレーション、メッセージ、デリバレーションで27ですね。これもね、やっぱり、2と7で、2はしっかり今度は受け取るエネルギーですね。で、7はアルケミーで、ね、受け取った中で自分の中でよく統合するとですね、7と2と7は9ですから、一つの段階がやっぱり終わるという感じで、これもよくコンテンプレーションというのはイントロスペクションとも関係ありますけど、 しっかりよく考えることです。CUEすることです、ね、そしてそうすることでメッセージが受け取れるんですよ。こちらでも、ね、メッセージが来てるよというカードでしたから、やっぱりしっかり感情レベルで統合していくことをする中でメンタルクラリティですよね。頭の考え方の中もはっきりと言葉で、あ、こういうメッセージなんて言ったことを受け取ってですね。そして、デリバレーションというのも、コンテンプレーションの意味なんですけれども、あ、こうやっていこうというふうにですね、しっかりとですね、自分がどっちの方向に行きたいかぐらいは見えてくるというような、メッセージだと思いますけれども、今日は葵さんといろいろお話しして、ホロスコープを読みながら、葵ちゃんもやっぱりこの蜂に刺されたというのは、なんかメッセージ書く、これ天王星だし、やっぱアワイクニングだよっていうようなことを言ってね、もうはい、メッセージ受け取りましたって言ってましたけれども、なんかそんなようなことが皆さんの中でも起こっていたらですね、また私の方にメッセージいただければと思います。はい、それでですね、最後の結論のカードは、これまたですね、ずっとこれ出てますよね。確か2週間前かな、先々週にも出てますね。これトラストのカードです、で、スピリットパースオブザサウスですね、これはね。で、パーソナルスペースオープンネスフェイスというカードで36番、これも9なんですね。ここも9、ここも9、7で、とにかくですね、18も9ですよね。だから9になるカードがもうバンバン出てきてるので、やっぱり今とてもですね、なんかしっかりと見て、ある程度終わりを収束させていくことで、新しい始まりが来るようなエネルギーですね。で、トラストというのはやっぱり信頼することですから、パーソナルスペースオープンネスフェイスということで、このカードのメッセージ前にもお伝えしましたけれども、やっぱりね、自分のスペースをしっかり見ることが大事ですね。
どれを見ても思うんですけど、今ね、本当に自分の時間と空間をちょっと意識してですね、どんなに忙しい方のでもですね、それを取るということをとても大事な時です。意識して朝早起きるとか、夜寝る前にちょっと瞑想するとか、それでもいいんですよね。その中で、そこをしっかりと、なんていうかな、ついつい携帯でね、を見てしまうのをちょっとやめて、瞑想してみることでですね、気づけることがたくさんあるんだと思います。そして、何度も言いますけども、この自分のスペースをしっかり、ここは私の大切なところということを、境界線をね、ヘルシーバウンダリーっていうんですね、をしっかり持つことで、グラウンディングしていくことで、初めてオープンに自分をすることができるんです。何でもかんでも自分のスペースの中に人を入れることがオープンなことではないんです。ある程度ヘルシーなバウンダリーという境界線を作らないと、誰でも入れてしまうことで、逆に自分が分かんなくなっちゃう。そうすると、今度はすごく傷つくんですね。こんなに私が信頼して、全部さらけ出して、なんていうの、こう自分をこう開いていったのに、私を裏切った、傷ついてたっていうふうにですね、相手のことを責めたり、犠牲者になったり、そこでですね、今度はあまりにも辛い経験をそうやってすると、今度は逆にですね、引きこもってしまって、自分の中のバンダリーを今度は頑固にすごい柵を作ってしまって、そこから出てこなくなってしまいますね。そうするとオープンネスがなくなるんです。だからやっぱりここのバランスなんですよ。で、やっぱりもうすぐ天秤座の新月ですから、それも天秤座の後の方で起こりますから、天秤座のこの仲良し小良しをしっかりいろいろ、その天秤座と仲良し小良しをするのを学ぶっていうかね、お互い自分も大切にしながら相手も大切にするってことを学ぶサインですから、学んでこれると自分の領域をしっかりとヘルシーバンダリーを持っている人は、相手のヘルシーバウンダリーもしっかりと、その相手の空間も尊重した上で、そしてお互いを開いて、その中で何か協力をしていけるということで、信頼ができてくるんです。これは人と人の間の関係もそうだし、宇宙と自分との関係もそうです。宇宙は時々私たちに気づきなさいと言ってチャレンジをくださることがあります。自分の思った通りに物が運ばない時に、私たちはともすると、なんで私だけこんな目に遭うんだ、これだけやってるのなんで分かってもらえない、なんで私は不幸なんだとか、相手を責めたりとか、もしくはもう宇宙なんて信じられないと思ってしまいがちなんですけれども、そういった時にちょっと自分の空間もう一回見て、自分が一人でプッシュプッシュプッシュだけしていたのではないか、自分が我で何かをしようとすると、宇宙はですね、その側を取っていきなさいという形で全てリジェクトしてきますよっていうのを前動画でお話ししたと思うんですけど、そういうことに気づけた時に、自分がもうやってもやってももう無理と思って、パッともう本当にお手上げにした時に、さっと物事が展開してくる話をですね、この間「愛で生きる」シリーズの2回目でですね、覚悟を決めて愛で任せて生きるっていうんですかね、愛で生きるという動画を私ちょっと皆さんにシェアしたんですけれども、本当にそうだと思うんです。そうなっていった時に、宇宙を信頼できるんですね。宇宙とつながってる自分のポテンシャルに信頼できるんですね。自分自身本当に信じていけるんですね。どうしてフェイスというのはね、ここに書いてありますけど、このフェイスというのはですね、トラスト、信頼もトラストなんですけど、フェイスというのは、日本で言うと信仰って訳すことが多いですけども、何か宗教とか何でもいいですけど、神様とか、それはね、物理的にとか科学的にこうだって証明できなかったとしても、きっとこれはそういうものがあると、そういうことなんだっていうふうに自分で信じることですよね。それがフェイスなんですよ。でも、そうやって信じて、自分を信頼して生きていった時に、宇宙のクリエーションの波を寄せてもらって導かれていった時に、自分一人のエゴで、自我でこうやろうこうやろうと思って生きてきた時には考えられなかったような
自分らしさで生きてる喜びに出会えるんだなっていうのを、私は本当に星読みつれづれ草を始めて、そういうふうに生き始めて本当に思うんですね。で、今本当にそういうことができるようなエネルギーを宇宙からたくさん注がれてて、またここで新しい、この2020年にすごくピークになっていきますけども、そこまでの今とても大事なトランジションです。こう過渡期です。第3回目のウェブで、ね、申し上げた、天王星と冥王星と海王星のこの、3つの今の星の位置がですね、来年から変わってきます。そして本当に2020年にヤギ座にたくさんの星が入ってくるんですけれども、ヤギ座というのは社会の仕組みそのものを表すし、私たちの、自分たちがロールモデルになっていくような、一番パブリックなところを表すところですよね。そういったものが大きく変わっていける、いいチャンス、すごいチャンスが来ているので、その分やっぱり変わっていくためには、デストラクションといってですね、今まであったものをですね、ただゆるゆると改良しているだけではいかない、本当に変わっていくトランスフォーメーションのエネルギーですから。だから結構激しい、オポチュニティ、エネルギー来てますから、目の前でそこに反応すると苦しいんですよ。嵐が来て破壊しばしんですからね。だけどこれは大きなチャンスなんですね、オポチュニティ。私は本当そう思うんですね。私が失業したのは本当に私の人生の中で最高のオポチュニティだったと思います。あれは私が大変なことが起こったといって、恐怖の自分の不安で生きる月のレンズで生き続けていたら、今の私はないと思います。私が皆さんに本当にお伝えしたい、このコンシャスネスアストロロジーというのはね、自分のそういう月のレンズとか自分のエネルギーをよく見ることで、気づいていくことで、無意識だったもの、潜在意識だったものから意識、コンシャスネスが広がっていく、そこをお手伝いできるって信じて皆さんに、提供しようと思ってますので、本当にね、ぜひぜひ一人でも多くの方に参加していただけたらと思っています。本当にね、今このタイミングでこういうカードがまた出てきてるっていうのは素晴らしいなと思うんですけれども、最後にデッキの裏がまた先週と一緒でクリエイターのカードが出てきています。確か先週もクリエイターのカード出てきてなかったですかね。で、これもアウェアネス、コークリエーション、チェンジですね。だからやっぱり本当に気づきがね、気づくことによってますます、自分はこうやっていこうというふうに自分をまた先に進めていって、そこで変化が起こってくるんですね。なんか本当に今週はそういった意味で、内側をしっかり見ていくことがとても大切なことなんだなということを、返す返すもまたメッセージとして私は受け取りました。皆さんもちょっとそのことを、試してみてください。それではですね、また、最後にオラクルマンダラ、クリスタルマンダラオラクルカードですね、オラクルマンダラじゃないですね、で3枚引きますので、ちょっと皆さん、8B と C のカードを選んでみてください。はい、それでは引きます。はい、A のカードですね。はい、B のカード。はい、C のカード。はい、今日私は B ですね。それでは A からいきましょう。ターコイズが出てきましたよ。11番。ね、このクレンジングと同じ21、29で11になりますけど、本当ゲートウェイですね。アーケンジェル・ガブリエルとターコイズで、Safe to be seen というカードが出てきています。これは本当にパワフルなカードなんですけども、なるほどね。B のカードいきましょう。
またメルトイントゥディバインディザイアで、先週と同じですね。先週の C のカードだったかな、これ確かね。54番のゴデスペレと、何ですか、ラバーストーンでメルトイントゥディバインディザイアですね。もう先週と引き続きこれを引かれた方はもうメッセージ決まってますね。もう本当にもう自分で勇気を持って、自分の魂が行きたいという方向に飛び込んでみることが大事なんだ、1週間でしょうね。うん、特にやっぱりメルトしていきますからね、今週いらないものはどんどん燃やし尽くしてみましょうね。はい、最後これはですね、 C はですね、エンジェルイシャ、イハエロとですね、ラブラドライトでインディビジュアリティのカードが出てます。なんかこれ水瓶座って感じですね、アクエリアスですね、私の大好きなラブラドライトですけど。さあ、はい、この3つに関してはですね、皆さんにまた別の動画で提供します。今日ちょっとできるかどうか分かんないんですけれども、明日はちょっと私一日ちょっと用事があるので、できたら配信しますけど、できなかったらちょっと一日置いてですね、明後日になってしまうかもしれませんけども、また素敵な1週間をお送りください。そして、コンシャスネスアストロロジー入門、それから第4回のウェブナーもですね、これ本当パワフルなウェブナーですから、まだ受け付けてますので、よろしかったらぜひぜひご参加ください。はい、それでは最後まで聞いてくださってどうもありがとう。 Thank you so much and so much love.